にちは、ポンポンゆりです。というわけで今回は、はい、ちょっとねお待たせしてしまったんですけども、こちらのミシャのマジカルウェールロマンスノーのリップグロスを紹介したいと思います。こちらはですね、ボリューム感をプラスしたい時だったりとか、グロスなのでまあツヤっとプルンと見せたい感じの時はこちらを使うっていうのと、白いグロスなんですけども、こちらのホワイトグロスは黒グロスと違ってマイルドなカラーにしたい時とかに使うといいみたいです。こちらね、ティントの上からつけてぷっくりとした印象に変えるホワイトパール入りのリップグロスで、注意書きで本商品自体は色づくタイプではありませんって書いてあるので、まあ、これ1本で使うっていうよりはその前に発色のいいリップとかを塗っといてその上からつけると可愛いかなっていう感じだと思います。はい、こんな感じです。すごい可愛いですね。こっちが色を塗ってない方で、こっちがリップグロスを塗った方みたいです。ちょっとツヤ感がプラスされて、色がねなんかちょっと濃くなってるかなって思いますね。今塗ってるリップはこちらの、最近ねちょっと買ったんですけど、インテグレートのボリュームリップバーム NRD の685番を今塗っています。はい、こんな感じでね、結構ツヤ感のある、真っ赤っていうわけではないんですけど、ボルドーっぽい赤なんですけど、でもそこまでボルドーというか茶色みはない感じの赤です。これをまたさらに上からこう塗ってこちらを塗り足していきたいと思います。はい、こんな感じで塗り足しました。ということで早速ロマンスノーを塗っていきたいと思います。おお、本当に真っ白ですね。こんな感じでかなり白いです。でラメもそんなにギラギラ入ってるっていうよりかは、あのラメが細かいのでそんなに気にならないかなと思います。とりあえず半分だけ塗ってみます。あ、ちょっと筆先が硬いかもしれないです。はい、こっち側が塗った方で、こっち上が塗ってないんですけども、やっぱりちょっとリップ自体がちょっと柔らかいので、こんな感じで筆先にねついちゃって動いちゃうので、このリップとは相性があまり良くないと思うんですけど、塗っていきます。で筆先がね結構硬い、新品だとすごく硬いので、あのティッシュとかで潰してあげると、あの塗りやすくなっていいかなと思います。唇に塗っていきます。はい、下唇にだけ塗ってみました。割とねたっぷり塗ったんですけど、本当白い感じが伝わりますね。唇がなんかぷっくりする感じがします。あと色も結構薄くなったかなって思います。ちょっとねグロスで取れてしまったっていうのもあると思うんですけど、でもやっぱ白グロスなので色をマイルドにしてくれるんじゃないかなと思います。はい、上唇にも塗ってみました。こんな感じになります。次はねちょっとこちらの手の甲にいっぱい塗ってみて、持ってるリップを塗って試していきたいと思います。はい、手に全部塗るとこんな感じになりました。結構ね全部質感とかが違うのでロマンスノーを塗るのが楽しみですね。でこちらの一番薄いピンクがこちらのトニーモリーのウサギのリップになります。で真ん中のリップがオレンジなんですけども、こちらのレブロンの40番を塗ってます。でここの一番濃いピンクはイッツグリモワールのツインカラーリップのホットピンクの、ラメが入ってない方を塗りました。で一番下がベージュなんですけども、チフレの口紅の S の647番を塗りました。はい、全部塗り終わりました。上の段は下にロマンスノーを塗って、これはね左側、こっから左側にロマンスノーを塗りました。はい、よく見るとこんな感じですね。赤はね割と分かりやすいかなと思います。まあなんか全体的にツヤっとして可愛くなる感じがしますね。なんか塗ったからといってめちゃくちゃ違うっていうわけではないんですけども、やっぱちょっと普段とリップの感じを変えたいとかいう方にはすごくおすすめなんじゃないかなと思います。ベージュもね割と分かりやすくてオレンジっぽくなるので可愛いかなと思います。結構ね暗めの色だとこのちょっとトーンアップするのですごく可愛い色にあのなるかなと思います。はい、こちらロマンスノーつけてみた感想なんですけども、すごく乾燥するっていうことも感じないし、すごく使い心地が良かったです。であと細かいねラメが入ってるんですけど見えますかね、なんか本当に細かいラメがいっぱいたくさん入ってるんですけど、これラメがザラザラする感覚は全然ないです。ので全然気にせずにつけることができるなと思いました。でね、まあサイズも
結構小さいのでポーチの中とかにも入れやすいし、あとカバンからスッてね出しやすいサイズかなと思います。結構ね色が可愛いというかラメも入ってて白いしね、なんか冬っていう感じですごく可愛いので、ぜひ気になった方は参考にしてみてください。というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。参考になったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。